完璧にツルツルな輝く肌を手に入れることは簡単ではありません。でもご安心を。お肌タイプも年齢も関係なしに数分で肌が輝く簡単なホームメイドのスキンケアレシピをご紹介します。詳しく知りたいですか？早速見てみましょう。1. オートミールは肌をピーリングしてくれることで有名です。ココアパウダーはお肌を美しく見せてくれる抗酸化物質が豊富。より栄養価を高めるためにココナッツオイル、保湿のために蜂蜜を加えたらフレッシュで若々しいお肌になるためのフェイスマスクの完成。ちょっとお肌の SOS を感じている方はココアパウダー大さじ1、ひいたオートミール大さじ半分、蜂蜜大さじ1、ココナッツオイル大さじ1杯半を混ぜましょう。すべての材料をよく混ぜて滑らかなペーストを作ってください。顔を洗って拭いたらこのペーストをお顔につけます。薄く塗るだけでいい結果を得るには十分。20分ほど置いてからぬるま湯で洗い流しましょう。完了。2. ハチミツとキュウリのトナー。やってしまいがちな最大のミスの一つはスキンケアでトナーのステップを飛ばしてしまうこと。トナーは肌の自然な pH バランスを整えて滑らかに美しくしてくれます。次のお買い物の際にトナーを購入してもいいですが、今すぐ作って輝くお肌を堪能してみませんか？きゅうり2本の皮を剥いてブレンダーに入れましょう。それからきゅうりのジュースを裏ごしして蜂蜜大さじ1を混ぜてください。それができたらコットンに含ませて少量顔に塗布します。じゃん、お肌が再びみずみずしい輝きを取り戻しましたよ。3. かぼちゃと牛乳のピューレ。皆さんかぼちゃは好きですよね。かぼちゃって美味しいだけではないみたいですよ。乾燥してくすんだお肌にも効果抜群なんです。毛穴を引き締めてくれる牛乳、栄養たっぷりの蜂蜜を入れたら輝く滑らかなお肌のための最高のホームメイドパックの出来上がり。効果を実感してみたいなら、かぼちゃ数切れを切って煮たらフードプロセッサーかブレンダーに入れてピューレ状にしましょう。これができたら蜂蜜小さじ1/2、牛乳小さじ1/2を出来上がったピューレに入れてペーストになるまで混ぜてください。このペーストを清潔な肌に塗布して15から20分置きましょう。乾いたらお湯で洗い流します。これを週に 1,2 回行いましょう。これで見違える美しさに。4. 緑茶と米粉のミックス。緑茶は飲んでもいいですが、お顔に塗布するのはもっともっといいんですよ。緑茶の抗酸化物質が毛穴を引き締め、お肌のいいお手入れになります。米粉はお肌の黒ずみやニキビ跡を白くしてくれます。最後の材料はレモン。ニキビと黒ずみケアに最高の天然素材です。このレシピも作るのがとっても簡単。入れたての緑茶小さじ2、米粉大さじ2、レモン小さじ1を混ぜ合わせます。すべての材料をペースト状になるまで混ぜて、これを顔に塗り20分間置きます。水でマスクを洗い流したら忘れずにクリームで保湿してくださいね。5. ブラウンシュガーとバニラのスクラブ。スクラブはスキンケアに重要なビューティー用品。しかし強すぎるスクラブはお肌に深刻なダメージを与え、ニキビや肌荒れを引き起こすため気をつけなくてはいけません。でも心配ご無用。優しくピーリングしてくれる安くて簡単でとってもライトなスクラブをご用意しています。このスクラブはたった2つのステップで完成。牛乳2に対してブラウンシュガー1を混ぜてバニラエキストラクトを数滴加えます。効果を倍にしたかったら卵の黄身を加えましょう。さてこれでお肌につける準備は万端。効果に喜んでやりすぎないようにしましょう。週2回以上は使わないようにしてください。6. シナモンとカモミールティーのクレンジングペースト。このホームメイドペーストはお肌にとても効果的。一度で様々な作用をもたらします。肌を刺激するシナモン、
肌を落ち着かせ滑らかにするカモミールティー、肌をピーリングしてくれる牛乳、ニキビ跡をなくしてくれる蜂蜜、すごい組み合わせだと思いません？これらの効果をすべて得るためには、粉末状のシナモン小さじ1/2、入れたてのカモミールティー大さじ1、牛乳小さじ2、オーガニックの蜂蜜小さじ1/4を混ぜます。滑らかなペーストが出来上がるはずです。顔を湿らせてペーストで優しくマッサージします。3分以上は置かないようにしてお湯で洗い流しましょう。出来上がり、お肌が生き返りましたね。7、ムルタニミッティフェイスマスク。専門家は週に 1、2 回フェイスマスクを行うことを推奨しています。保湿、クレンジング、鎮静作用のあるマスクは市場で溢れていて選択肢は無限。でもクリアな肌と最高の輝きのために必要なものはただ一つ、ムルタニミッティフェイスマスクです。このマスクの材料はシンプルです。ムルタニミッティまたはフラードを大さじ2、トマトジュースを大さじ1、白檀を一つまみ、ウコンパウダー一つまみ、すべてをしっかり混ぜてきめ細かいペーストにするために水を加えます。このペーストを均等に肌に塗布して10から15分置いてぬるま湯で洗い流しましょう。ムルタニミッティは毛穴を引き締めて肌を健康に美しくしてくれます。8、卵と蜂蜜のアンチリンクルクリーム。アンチリンクルクリームを見つけるのは難しいことではないですよね。しかし多くは危険な化学物質を含んでおり、実際大した効果もありません。幸いすぐにお肌を若く輝かせてくれる天然アンチリンクルクリームレシピが存在します。定期的にこれを使用し続ければ驚きの結果に。クリームの作り方は、まずワセリン小さじ2を柔らかくなるまで温めます。蜂蜜小さじ1を入れてよく混ぜたら、オリーブオイル大さじ2、熟れたアボカド1つ、卵の黄身1つを加えてください。ペーストが均等になるまで材料をよく混ぜたら完成。蓋付きの容器に入れてシェイクするのも忘れないでください。混ぜたクリームは使用前少なくとも5分は置いてなじませましょう。顔を洗って乾かしておきます。ここでやっとクリームを塗布。数分間指先で円を描くように優しくマッサージしてください。30分も待てばクリームの効果が現れます。30分経ったらコットンかミネラルウォーターで落としてください。9、牛乳とレモンのフェイシャルヘアリムーバルマスク。お顔の毛は多くの女性が日々格闘している問題ですよね。皆さんそれぞれご自身のビューティールーティーンがあると思いますが、数分で驚きの結果をもたらす方法をお探しであれば、この牛乳とレモンジュースのマスクをお試しあれ。ベサンコ小さじ2、ターメリックパウダー小さじ1/4、牛乳小さじ3、レモンジュース小さじ1、ココナッツオイル小さじ1をドロッとオイリーな黄色いペースト状になるまで混ぜます。それから毛を処理したい場所に厚めに塗ります。10分間マスクを乾かして指で優しくこすりながら取り除きます。完了したらお湯で顔を洗い、柔らかいタオルで顔を拭きましょう。10、シトラスフェイスマスク。疲れたら肌がくすんで不健康になってきます。でもシトラスマスクがあれば輝く魅力的な見た目を簡単に取り戻せます。このフルーツはクエン酸が豊富で、肌を目覚めさせてくれるパワフルなピーリング剤です。含まれるビタミンとミネラルがお肌に栄養を与えて再び健康に見せてくれます。お肌を元気にしたいならボウルで卵白をふわふわになるまでかき混ぜます。別のボウルでサワークリームを小さじ2、搾りたてのレモン汁小さじ1、搾りたてのグレープフルーツジュース小さじ1を混ぜます。すべてをしっかり混ぜたらお顔に塗って15分ほど置きましょう。お湯で洗い流せばあら不思議。滑らかに輝くお肌にしてくれるホームメイドマスクのレシピを他にもご存知ですか？コメント欄で教えてください。動画を高評価して友達と共有して、チャンネル登録もお忘れなく。ブライトサイドに仲間入り。